안녕하세요하린입니다はい今日はですね在韓日本人の私が何回もリピ買いしてしまう韓国アイテムを紹介していきたいと思います。私もかれこれ2年ぐらい美容系 YouTuber やらせていただいてるんですけど、リピ買いってね、職業上たくさん買いますし、たくさんもらいますし、あんまりないんですよね正直に。うん、っていうのも次から次に韓国コスメってすごいスピードで出てくるじゃないですか。買っても買っても追いつかないぐらいで新作も出てくるし、特にコスメに関して言うとあんまりリピ買いっていう商品がないんですよね。なので今回選んだのもヘアケア、スキンケア、いくつかコスメっていう感じで、基本的に私は好きなものだけこう動画で紹介してるので、まあ、リピ買いしてないにしろ、まあ、私の動画でよく登場してるものっていうと、まあ、よく私が使ってるものっていうので間違いないですし、あんま出てないな、一回しか出てなかったなって思ったら、まあ、ハリンちゃんあんまり普段も使ってないのかなぐらいの判断で、もう正直そういう判断で大丈夫かなと思うんですけど、まあ、その中でもこれはリピ買いしたよっていう商品たちに絞って今日は紹介していきたいと思います。今回リピ買い動画ですけど、まあリピなし動画みたいなのも今後上げていけたらなと思うので、ぜひねチャンネル登録してくださると嬉しいです。ではこの動画早速始めていきたいと思います。ないと困る、何度もリピしてしまうアイテム、一つ目はこちらのエピューノルのセラブルーチンシャンプーです。これは今回ね、こちら広告で紹介させていただくんですけど、以前も広告なしでずっとおすすめしてたので、あのご存知の方はご存知かなと思います。この家に引っ越してきたルームツアーの時も多分このねシャンプー映ってたんじゃないかなと思うんですけど、私本当にもういろんなシャンプー使ってきたんですけど、もう一回使っただけでブラッシングの感じっていうのが変わるシャンプーっていうのは今回も初めてで、シャンプー自体は今ねちょっとお風呂場から持ってきたやつでだいぶ使ってるんですけど、かなりねこっくりしてます。で、だいたい1から2プッシュぐらい出してあげてこう泡立てるんですけど、泡もなんか軽い感じじゃなくてすごいもっちりとした泡が立ってくれるので、髪こう流した後も髪にしっかりタンパク質が蓄えられたみたいなのをシャンプーで実感できるんですよね。で、実際韓国の食品医薬品安全所に報告も完了してる商品で、頭皮とかがね敏感な方でも安心して使っていただけるんじゃないかなと思います。これは特許を取得したボリュームプラス成分っていうのも配合されてるので、しっかりボリュームアップのケアまでできちゃう商品になってます。これはもうね使い切りそうなので新品もね私はストックしておいてるんですけど、次にこの同じラインのねエピューノルのセラブルーチンスプレーなんですけど、これの方がちょっと私的にはこっちの方がこれから今後リピするんじゃないかなと思ってる商品で、もう私の動画ずっと見てる方はちょっとご存知かと思うんですけど、私このスプレータイプのヘアミストっていうんですか、ヘアトリートメント感覚で使えるこういう商品めちゃくちゃ好きなんですよ。これをシャワー後の濡れた髪にも使えるし、乾いた髪にも使える、まあ、洗い流さないトリートメント的なスプレーで、このね、クリーム層とエッセンス層に分かれてて、こうね、混ぜて髪にスプレーすることで、栄養と水分が両方満たしてくれるんですね。これはこの水分感も蓄えて栄養感、洗い流さないトリートメント塗ったみたいなチュルンとした感じも一緒にしてくれるっていうので、もう私が大好きなアイテムになってます。でも最近梅雨なのか何なのか、めちゃくちゃ髪の毛ベタつくしパサつくし、なんかよくわかんない膨張するしで困ってたんですけど、あんま重くないヘアケアだけどちゃんとこうしっとりと仕上がるみたいなものをが好きで、髪の毛のタンパク質ケアはしつつ重くない商品使いたいなって思ってる方にすごくおすすめしたいです。で、私髪の毛普段いつもこうやって巻いてるじゃないですか。で、これまでねいつもこの髪質改善っていうんですか、トリートメントみたいなのを定期的にしに美容院に行ってたんですね。で、ちょっとね引っ越して美容院を変えないといけなくなったってのもあるんですけど、エピューノル使い出してから髪質改善一回も行ってないんですよ。なのに全然髪の毛ね痛みひどくなってないし、まあ、近くの美容院とか髪の毛セットしてもらう機会ある時に髪の毛すごい綺麗ですねって言ってもらえるから、もうそれだけですごく満足してます。で、特に私は髪の毛をセットするときにこれすごくいいなって実感したんですけど、普通アイロンの熱で髪の毛って傷むじゃないですか。でもこの商品はこの熱を通してどんどん髪の毛に栄養分を浸透させていってくれるらしいんですね。だからアイロンしながら同時にヘアケアまでできちゃうっていうのですごくいいなって思って、だいたいヘアセットの前に私は使ってます。だからもうストックしとこうと思って調べたら、Q10にもねこういう感じで詰め替え用が出たみたいなんですよ。韓国のヘアケアって詰め替え用なくてちょっと不便だったんですけど、でもこれはこう詰め替え用もあるからすごいコスパもねいいんじゃないかなって思いました。
で、もう一つこの LINE の商品でセラブルーチンエッセンスです。もうね、エッセンスもめっちゃ良かった。もう全然重くないオイルって感じで、私もう髪の毛ベタつくのが一番嫌いなんですよね。なんですけど、これもうテクスチャーね、見ていただいたら分かると思うんですけど、サラッサラなんですよね。軽く毛先に塗れるスッキリとしたオイルなので、もう全然ベタつかないし、すごく使いやすいです。もうエッセンスって顔だけじゃなくて髪の毛にもしっかり栄養を与えてあげるのすごく大事だと思うんですけど、まあ、中にはっていうか、ほぼほぼの商品さ、髪の毛ベタつくじゃないですか。え、私だけかな？私だからヘアケアの中でもヘアオイルに一番うるさいんですね。これは本当に軽く栄養価満たしてくれるので、特にこれからの時期、まあ、全てのね、髪質の方が使いやすいテクスチャーじゃないかなと思いました。しかもこのラインね、香りもすごくいいんですよね。で、さっき言ったね、ボリュームケアのそのボリュームプラスの成分っていうのは、このライン全部に入ってるので、はい、ボリュームケアができるラインになってます。はい、こんな感じでヘアケアだったんですけど、次スキンケア行きたいと思います。私がもうめちゃくちゃ使ってるスキンフードのキャロットパッドです。ちょっとさ、人参ですごい面白いエピソードがあって、人参って正直何にいいんだろうって私思ってたんですよ。人参イコール肌にいいみたいな感覚がなかったんですけど、うちの夫がね、人参を最近ボリボリ食べててめっちゃ面白い。ちょっと写真見せたいんですけど、インストーリーには載せたんですけど、見て、人参をさ、生の人参、ただの人参丸々一本ガリガリ食べてるんですよ、朝から。で、なんか人参が本当に肌にいいっていうのを聞いたらしくて、医者が言ってたみたいな、わかんない、どこの医者か、テレビかなで言ってたみたいで、肌にもいいし、免疫とかにもいいし、まあ、とにかく人参がいいみたいなのを聞いたらしく、毎日1日1本人参を食べるそうです、これから。いや、まあそれはどうでもよくて、私はこのキャロットパッドがすごく好きで、使い切って、この前使い切ったやつまだ捨ててなかったんで持ってきたんですけど、優しく使える水分系のパッドを探してる方に一番おすすめしたいです。水分量が本当に素晴らしいんですよね。60枚入りなんですけど、これ裂けるんですよ。みんなご存知なんじゃないかなと思います。有名だから。こんな感じで裂けるんで、120枚としても使えるっていうね。私ね、使いすぎてなのかな、匂いがちょっと嫌になってきて、砂っぽい匂いが確かにするんですよね。めっちゃいい匂いっていう感じじゃないんだけど、自然な香りなんだろうなっていう感じはします。で、こんな感じでね、パックとしても貼れるし、でもコットンみたいなふわふわの素材なんですよ。この素材がやっぱね、すごく良くて、負担なく拭き取れるし、パックもできるしっていうので、すごくお気に入りになってます。そのキャロットのストーリー見てね、友達が人参マジでいいよって、肌めっちゃ綺麗になったって言ってたから、私もちょっとキャロットスムージーとか作って食べようかなって思ってるぐらい、全然このパッドには関係ないんですけど、はい、キャロットエピソードでした。っていうので、これはすごく使いやすい、水分感たっぷりですごく使いやすいので、刺激なく使える、毎日でも使いやすいトナーパッド探してる方とかにすごくおすすめしたいなと思います。で、続いて、はい、メイクプレムのインテカスージングトナーです。これを紹介せずにはいられないですよね。もう私といえばもうこのトナーなんじゃないかっていうぐらい、何本リピしたか覚えてないです。5本とか6本とか、夫も使ってるので、ずっと2人で愛用してるトナーになります。で、これの何がいいかって、そもそも私トナーを選ぶときにあんまり重いやつが好きじゃないんですよね。もうエッセンスっぽいテクスチャーのものも乾燥肌の人はいいかもしれないんですけど、私はその後にエッセンスを結構ちゃんと塗りたいので、トナーはこういうさっぱりしたテクスチャーのものが好きで、ベースをこう引いてあげるような感じなので、そういうさっぱりしたシャバシャバしたトナーだから、これすごく使いやすいし、でもしっかりインテカがね、めちゃくちゃ保湿量が高いんですよ。毛穴の5000分の1かな、めっちゃ小さくしたツボクサっていうその鹿の成分から抽出した、もう革新的ないい成分をこう細かくしたものなんですけど、肌を落ち着かせる力っていうのもすごくいいし、肌の赤みとかを落ち着かせてくれながら、こう水分感も蓄えてくれて、私姿勢肌でめちゃくちゃこれ押してるんですけど、全然そうじゃない肌タイプの方でも満足してもらえるトナーだと思ってます。で、その中に天然由来の角質分解酵素と PHA が配合されてるので、コットンとかでこう無理に拭き取ったりとかしなくても、こう優しく塗るだけで角質ケアまでできちゃうんですね。毎日こう使いながら角質とかこうキメっていうのをケアできる商品になってるので、メイクのりもすごく良くなるし、なんか肌がごわつく感じとかも軽減されるので、もうとにかくすごくおすすめです毎回言ってるからもう聞き飽きたよね、みんなね。
で、続いてがもう同じ、はい、インテカスージングクリームということで、正直メイクプレームのスキンケアに関しては私もう何本リピしたか分かんない。これ以外にもめちゃくちゃあるんですよ。一応これ美白とシワ改善の機能性も取得してるんですね。あんまりそこに集中的に見てなかったからあれだったんだけど、もうそう思ったらすごくない？鎮静もすごいし、美白シワ改善ってなると、で、これなんと言っても先端部分がこのチューブタイプになってて、あるかな、もうないもうない説、こんな感じでピンポイントで出してあげれるんですよね。で、軽い、テクスチャーもすごく軽くて、これからの時期絶対みんなに使ってほしいアイテムになってます。これめちゃくちゃ裏情報なんですけど、このチップっていうんですか、これって高いらしいんですよ。あんまりね、これをだから搭載できる企業ってあんまないらしいんですけど、布とかで拭いてあげるとずっとこの綺麗に使えるからいいですよね。しかもめちゃくちゃピンポイントで塗れるから使いやすいです、すごく。これもインテカなので肌落ち着かせたりだとか、鎮静系のクリームなんですけど、ジェルっぽいクリームになってるので、全メイク前とかにもすごく使いやすくて、でもしっかり保湿してくれて、まあ、乾燥肌の人が冬使う分にはもしかしたら保湿力足りないかもしれないけど、私はこれで乾燥したりとか保湿力足りないなって感じたこともないし、肌ちょっと荒れてる時とかにも使えるので、すごくもう万能に朝でも夜でも肌荒れてる時でも、どんなスキンケアの上からでも使いやすいクリームっていうことで、まあ、何かと使ってたアイテムになります。はい、そしたらこんな感じで続いてコスメなんですけど、エスポアのザーブローバランスペンシル、はい、アイブロウですね。私の普段の Get Ready With Me とか見てくださったことある方は、もうハリンちゃんアイブロウこれしか持ってないんかっていうぐらいこれしか使ってないですよね。全然他も持ってるんですよ。他も持ってるんですけど、結局これが一番描きやすくて、でカラーもね、黒髪にすごく合うんですよ。私が持ってるのがクラシックブラウンっていう一番のカラーなんですけど、髪の毛にめちゃくちゃ合うし、今もこれで描きました。すごく描きやすいんですよね。何なんだろうこの描きやすさ。こんな感じの色味です。で、先端がね、細いですね。確かに細いんですよ。ペンシル自体もすごく細くて描きやすいだけど、細いけど三角形になってるので、横へ向けるとね、太めにこう描けるし、別の角度だと細めに描けるしみたいな、こう太さの調節もすごくしやすくて描きやすい。とにかく描きやすい。スクリューブラシも反対側ついてるんでね。これなんか文句の言いようがない。なんかいろいろ使ってみて、アイブロウも太いやつだとなんか細かい部分、この眉毛足りてない部分とか、こうちょっと一本一本描きたいじゃないですか。そういうとこ描きにくかったりとか、かといって細すぎると埋めるっていう動作ができなかったりとかするんですけど、これは軽い力でしっかり色も乗ってくれるんで、こう太くも描けるし細くも描けるし、でその調節がすごくしやすい、まあ、使ってみた方は分かるんじゃないかなと思います。もう本当に描きやすいアイブロウって感じ。続いてがですね、クリオのね、キルブローのリキッドアイライナーです。使い古してるのが分かりますね。これも何本使ったかな、もうだいぶ使ってるので、もしかしたら形崩れてるかもなんですけど、こんな感じでリキッドライナーで筆のこの部分がさ、ウィアってなって使えなくなるやつありません？キャップとかに引っかかってウェアってなって、ってたはずのブラシがウェアってなるとき、それにならないんですよ。これフェルト生地みたいな、そう、布でできてるので、そういう感じもならずに一生この細いアイラインが引けるっていう、先端が細く描けるアイライナーなので、もうすごく描きやすいし、もう液がね全部使い切るまで一生使えるので、だいぶコスパもいいです。ここの目尻シュッて引く時とかすごく描きやすいです。これはね、リピ買いっていうか、もう殿堂入りって感じで今回持ってきました。コスメあんまりリピ買いしないんですけど、この2種類はもうなくなったらすぐ買いに行く自信のあるアイテムです。で、3つ目なんですけど、私リップをリピ買いってあんまりしなくて、これもリピ買いはまだしてないんですけど、ロム&のグロスですね。正直リピ買いはまだしてないんですけど、これはなくなったら絶対にリピ買いするっていう意気込みで持ってきました。これしか最近使ってない。今日もこれ使ったんですけど、他のリップを使っても結局上からこれ塗るんですよね、メイク直しとかで。私がだからポーチの中に絶対に入れてるリップになります。カラーがね、私は1番のカラーと4番のカラーが好きなんですけど、これ上が1番のカラーで下が4番のカラーです。なんか別のティントをね今も塗ったんですけど、そういう時はこの1番の薄い唇の本来の唇の色みたいなグロスを上から塗るし、なんかリップ別に何でもいいやっていう時はこのピンク4番の
カラーを塗ってあげるだけでめっちゃ可愛く仕上がるので、この2色はもう本当に可愛いし、ティントって絶対乾燥してくるじゃないですか。私もう本当に唇年中乾燥してる人間なので、グローを塗ろうがマットを塗ろうが時間が経つとある程度乾燥はどうしてもするんですけど、これに関してはもう本当に乾燥しないから、もうメイク直しする時とか外で塗り直す時はもう乾燥したくないから、もうこのグロスばっかり塗ってます。ツヤツヤになるのですごくおすすめです。なんかリピ買いっていうか、もうおすすめすぎるリップっていうことでちょっと持ってきてしまいました。でも正直本当になくなったら、もしなくなったら絶対リピ買いします。はい、こんな感じで私が絶対にないと困るリピ買いしてしまうアイテムということで紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか。少しでもね、この動画が良かったなって思った方は高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方をよろしくお願いいたします。あと、まあ他にもね、見たい動画のリクエストとかがございましたらコメントの方でしてくださると嬉しいです。今日ね、紹介した商品のリンクとか詳しいことは全部概要欄の方に書いておこうと思うので、気になった方はチェックしてみてください。はい、では今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。